今回は、受援状態2のサスケって正直ダサいよね、について読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。ダサい。ダサかったやつ。奇跡的なダサさ。サスケの要素がほぼ消えてるのが、状態2は週末の谷のとこはかっこいい、他はダサい。週末の谷でナルトとやり合った時の受援サスケがいい。ナルトが壁まで吹き飛ばすんだけど状態2になってて、翼でガードして弾き飛ばすシーンが好きだ。手みたいな翼は気持ち悪くて好き。翼のデザインは好き。翼が手っていうのはスサノオも近いんだよね。その辺は結構好き。ぴょんぴょん飛び回ってるナルト世界の忍者が、こんな重そうな翼生やされても、とは思った。あの翼飛べるんだっけ？なんか重そうだし防御とかに使ってた印象しかない。普通に飛べるどころか、デイダラに片方の翼を爆破された時、先鋭タジャシュで代用しても飛べたりする。漫画の時は跳躍の補助に使っただけかも、とも思ったがアニメだと明らかに先鋭タジャシュでも空中に浮いてるんだよな。手のひらに水かきついても飛べないと思う。どことなく爬虫類っぽいけど、あれって何をモチーフにしてるんだろう？ナルティメットアクセルの受援状態にはかっこいいだろ。見た目もだが、状態にっていう箇所をそのまま使ったような名前もダサい。挽回とかギアセカンドとか、みんないろいろ考えてるのに状態にって。この携帯これ以降どれくらい使ったっけ？デイダラとイタチの時にちょっとなっただけだっけ？やっぱこれダセーわ。模様が出てくるの次がこれだもんな。このサスケクソかっこいい。状態1の闇の力感はすごい良かった。状態2は、うん。敵キャラはワクワクしたんだけどな。最初の雲みたいなやつだけだけど。状態2は機動丸が一番かっこいい上に強い。なんか他のやつの状態2と比べてもダサい。タユヤ好き。受援の状態2を部分解放するのはめっちゃ男の子で好き。ちっちゃいし14歳だし強いしのの印で、可愛い要素多くてほんと興奮する。角も生えるし、皮膚と目の色も変わるしな。オトニンは敵として魅力的だったけど、もらいもんでドヤ顔するサスケは正直ダサいぞ。受援状態2ってオトニン5人の方が似合ってたな。オトニンの状態2がみんなモンハンみたいだったから、当時ハマってたんだろうなって言われてたな。肉の翼はまがまがしくて嫌いじゃない。鼻の隠し包丁は、なんか変な茶色なのもダサい。色彩が毎度極端なイメージ、千人モードくらいがちょうどいい。当時色のイメージが違くてがっかりした覚えはあるな。というか正直この衣装自体がもうダサい。ここまではギリギリ好き。極東との対比が好きなデザインになってる。つかこれに部から変わったもっちゃりした体型が良くない。これまだ青肌とか白肌の方がいいのでは。唇とよくわからない十字が悪い。どこ行くんだお前感はすごい。受援も結局うやむやで終わったね。サスケに関してあらゆる要素持て余しすぎた感があるな。手が翼になってるのは不気味さあっていいんだけど、髪型と鼻とこの服装で上はだけてるのがすごくダサい。オカマみたいな黒い口紅、椎茸の切り口みたいな鼻の模様、これだろうな。黒い千鳥はとても好きです。でも第一部まではめちゃくちゃ人気だったんですよ受援状態に、リアルタイム少年勢。なんか第二部になって途中から、そういや受援状態なんてありましたねみたいな感じになったけど、なんで使わなくなったんだっけ？イタチとの戦闘で受援にいたオロチマル引きずり出したから、受援自体サスケからなくなったんじゃないっけ？イタチ戦で受援を失ったから以降は登場しない、うまく理由つけてオミットしたなと思う。ダサすぎて女の子に不要だったから。男の子ならともかく女の子？岸本先生が自分はかっこいいと思ってたのに、女の子のファンから不要だったって言ってたんだよ。上半身裸だからダサいみたいなとこはある。お腹割れてなくてだらしなく見えちゃう。もうちょっと筋肉つけてたらある程度印象変わったと思う。しめ縄ファッションも上半身裸も、筋肉質な男がやると様になるんだけどな。多分腹筋が割れてるだけでも印象変わったと思う。闇落ちしたライバルのまがまがしい変身形態って、普通もっとこうかっこいいはず。むしろ全体的にダサいの見ると、ナルトのデザインだけ奇跡的なバランス保ってるように見える。ナルトもクラマモード微妙だと思う。クラマモードは色つくと印象変わった。クラマモードかっこいいと思うんだけどな。チリチリまでなら好きだけど、以降は盛りすぎかな。クラマモードよりもキュービカが B みたいにキュービそのままに変身するんじゃなくて、ただキュービのチャクラをまとってるだけなのががっかりしたわ。めっちゃわかる。昔ナルトがキュービの姿になって戦うのワクワクしてたからがっかりしたわ。美獣化の練習が足りないからあんな感じだと言ってたのに、なんで映画でもそのままなんだろうな。それはクラマと和解する前の話で、ナルトの完全美獣化はクラマ型のチャクラの塊なんやろ。ナルトの美獣化だけ他の人中力と違うのは、ナルトが転生者だからと考察があるが、公式設定でないため不明。美獣玉の腫瘍の時の、美獣化じゃないと使えないってくだりのことかな。
この話から察するに、ナルトの美獣化はクラマと和解した後美獣玉を成功させてたから、劇場版の姿、物語終盤のクラマモードで完成と見ていい。うろ覚えだけど、ナルトのクラマモードを見た時のクラマの反応が陸道仙人と似ているとのことだったから、ナルトの美獣モードが特殊だった理由は、陸道仙人の血縁か転生者だからという意見が多い。同じくクラマモードになった湊も似た感じになってたから、陰と陽のチャクラに分かれてた影響とも、クラマが他の美獣よりも別格もしくは特殊だからという考察もある。キュービチャクラモードはまあダサいって言われるのも多少はわかるけど、クラマモードは普通にかっこいいと思う。そうか、俺の意見は反対だ。ナルトの姿は、巻物背負ってた初期仙人モードの時が最高だと思う。ペイン戦での登場シーンは、今まで読んできた漫画の中でも最上位にかっこいいわ。仙人モードは完璧だわ。あれが最終形態でよかったレベル。ジュインって仙人モードの失敗形態だよね。いつの間にか戦術と一緒にされてた。でも戦術と一緒になったおかげで、カブトすげーできたやん。ガイと並ぶ努力の人に。カブトの見た目は許せる。見た目はいいかもしれんが、普通に制御できる力の方がかっこいいよ。せめて制御できないまま、うまく利用していく感じにしてほしかった。仙人モードに比べて弱すぎる。実際劣化版みたいなもんだし、デザイン的にも仙人モードの失敗形態ってのがしっくりきたわ。精神統一とか戦術チャクラを貯めずに使える疑似仙人モードではあるから、弱くはないんだよな。受印状態に対抗するための仙人モード、そう思っていた時期が俺にもありました。オトニンの受印は鬼っぽいデザインで活かしてたよね。サスケはギャルオじゃん。クラマモードもね、チャクラマ取って暴走する形態がかっこよすぎたから。サスケの受印状態にのデザインもうちょっとなんとかしてほしい。状態1がかっこよすぎてより目立つよな。状態1はシンプルの闇落ち感あって好きだったよ。俺はなんだかんだでサスケ状態2はかっこよかった。オロチマル戦で久々にサスケが状態2になった時はワクワクした。あれかっこいいか？なんでや、かっこいいやろ。俺も好き、翼と牙が生えちゃうのが素敵。翼が魚のヒレにしか見えない。かっこいいだろ。もともと作者は異様化が好きよな。オロチマルとかガーラとか赤月もそんな感じだし。オロチマルもイタチも第一部の頃はかなり怖いやつだったのにな。オロチマル様は連載初期の悪役なのに人気あるな。サスケ奪還編までの戦闘迫力あって好き。ただでさえシャリンガンかっこいいのに見た目に恵まれすぎ。途中から何食わぬ顔でジュイン使ってたけど、結局ジュインってパワーアップするけどめちゃくちゃ疲れるってことなの？他の状態にはわりかしマシだったけどサスケのはダメだわ。当時口紅塗ってるみたいで嫌だった。半ジュイン状態はわりかしかっこいい。まだマシだな。サスケほど中二病要素詰め込んだキャラいないよね。シャリンガン、リンネガン、ジュイン、アニエの憎しみ、里江の憎しみ、ツンデレ、現実使える。どんだけ醜い生き恥さらそうが、復讐のための力にすがりつく感あっていいと思う。かっこいいとは言ってない。むちゃくちゃかっこいいやんけ、まさにダークヒーロー。ジュインって15の戦術エネルギーが元だから、最終決戦まで残ってたら帯と、マダラのブドウ玉にある程度対処できたかもしれないのに残念。対処できたところで結果は変わってなかったと思うけども。対処してたじゃん。戦術スサノオってのがあってだな。あれ、途中で15の一部もらってたから、オロチマル関係なく仙人化できるようになるんだと思ったのに、まさかの15電池で草だったわ。普通にかっこいいと思ってしまっていたわい。自分のセンスに自信がなくなる。いや信じればええやん。他人に過ぎないすさんだ大人のザレ事よりも、子供の頃の純粋な自分の感性信じてあげろ。リアルタイムで当時読んでたけどめっちゃ好きだった。キャラでもサスケ一番好きやったし、なんなら25、26巻は猿みたいに数十回は読み直した。胸張って言えるわ。普通にかっこいいです。はい終わり。君は強いな。あと27巻もや、自分の記憶だと週末ラストあたりは2巻決着だった記憶あったけど、表紙見て思い出した。センスは人それぞれだから気にすることないと思うよ。受印状態は癖強いから評価分かれるだろうし、自分は異様感あって好き。最後に使われたイタチ戦でおとりくらいにしかならなかったけど、奪還編のサスケ VS ナルトのところもかっこいいし、VS デイダラの肩欲がヘビなのもいい感じのキモさあって好き。いやー、俺も好きやな。不気味なのがかっこいいと思ってる。皆さんは、受印状態2のサスケって正直ダサいよね、についてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。